せーの、ただろきチャンネル。こんにちは、整形アイドルただろきちゃんです。よろしくお願いします。今日は以前出したたらこ唇の改善の整形についてもっと詳しくご説明していきたいと思います。手術直後からダウンタイム中のお写真が前の動画に載っていますので、概要欄の方に載せておきます。そちらの方からご覧ください。今日は皆様にいただいたご質問を中心にお答えしていこうと思います。あとは手術中の痛みの話だったりとか、そういったことについてもご説明していきます。まずご質問ですごく多かったのが、私の唇に残ってしまったしびれについて、しびれってどんな感じですかっていうご質問を結構いただいたんですけど、伝わるかわからないんですけど伝えます。まずは心を無にしてください。そうしましたら想像してください。足がしびれてしまった時の感覚、まだピリピリはしていません。しびれ始めの、別にしびれていてもいいけど結構な不快感だなという感覚なんですけど、伝わりましたか？その触っているのがわからないわけではないし、口の動きに影響が出るものでもありません。感覚が鈍い感じが24時間ずっと続いている。あとはその冬冷えてる時とかになんか人一倍冷たく感じるっていうのがあります。これは何なんだかよくわからないんですけど、何なんだろうな。まあ、ただ私が不快だっていうだけで、日常生活に支障が出ることはないし、まあ、質問でストローを使うときやラーメンをすするときに差し支えありませんかっていうものもあったんですけど、それも特に差し支えはありません。チューしてもね、感覚はわかると思うので大丈夫だと思います。はい、これでしびれの話は終わり。それでは他のご質問に行きます。このご質問も多かったんですけど、ダウンタイム中の歯磨きってどうするんですかっていうご質問。これはまあ、こうやっていいってすると痛いのでどうにもならないんですけど、ちっちゃい歯ブラシをこういう風に押し込んで、もうこうとにかく磨く、とにかくもう我慢して磨く。あとは費用ですね。だいたい16万円ぐらいだったと思います。はい、次。何日目くらいから普通に喋れるようになりましたか？これはね、結構喋りにくかったと思います。ずっと覚えてない、ごめんなさい。はい、次。唇の手術って結構周りの人にバレますか？バレないとは言い切れないけど、私はバレなかったです。でも切るのも表側じゃなくて、出てる唇のところと中のこうちょっとウェッティなところの境目を切るので、傷口も見えることはないと思うし。次、ダウンタイム中のご飯は何食べてましたか？まあ、お寿司とかも食べてたし、普通でした。で、あとはクリニックと執刀医の先生を教えてくださいって結構 DM とかでいただいたんですけど、クリニックの評判を下げるようなことはできないので、お教えすることはできません。まあ、正直私も言いたい気持ちでいっぱいなんですけど、ごめんなさい。それでは最後に、手術中のお話をさせていただきたいと思います。麻酔はどのようにして行ったのか知りたいです。麻酔は口の中に打ちます。上唇をめくっとこの辺にブスブスブスと刺していきます。整形について結構聞かれるのが痛みのことなんですけれども、唇の手術に関しては私一番痛くなかったです。なんで全く痛くなかったの、本当に。まあ、最初ここにプスッと人刺しした時は、まあ、確かにチクッとした感じはあるんですけれども、薬が入った瞬間にもう私しびれてきて、その後にまあなんか電気レーザーみたいな余分な肉を取ってもらって縫うだけの、手術時間としても結構短かったような記憶がありますし、まあ、局所麻酔なので体への負担も少なく、手術に関する怖さっていうのは感じなかったです。最後にね、自分の切り取った皮膚をね見せていただいたんですけど、まあ、それはなんかあの塩辛みたいなね、ちょっと美味しそうだなって思った。まあ、そんな感じだったと思います。いっぱい話して疲れちゃった。それでは今日は唇の整形についてお話しさせていただきました。では今日の動画もご覧いただいて誠にありがとうございました。また明日以降の動画でお会いしましょう。またねー。